今回は中村すみれ女流棋聖のネット語の対局見ていきたいと思います。今回の対局相手は中国の初段のプロの方ですね。黒番が中村女流棋聖で白番が中国のプロの方ですね。2連生の席から始まりましたね。でここで係を打つのが得意。 不赤ですね。白挟んできたら戦いが起こりますので、戦いでポイントを取っていこうという作戦ですね。で白が受けた時に、まあ、字が辛い人はこういうふうにつけたりするで、穏やかなのは開きですけど、飛びがね、 中村女流棋聖の宇宙流の寄付、宇宙流の打ち方ですね。ここでも目いっぱいに広げるんですよね。で、これは白は当然入ってきますね。白が開かなかった場所なので入ってきました。で、ここに打ったんですが、この手がいい手でしたね。繋がらないといけなくて、ね、 黒石がこれ繋がることができまして、黒弱い石が一つもない。まあ弱い石が今二つあったんですけども、この状況。二つ弱い石あったんですけど、まあ、というか石が分断されてたんですけども、これで繋がることができましたので、ここは黒がおっきりポイント取ったかなと思いますね。 白こちらに打ったんですけど、まだこの黒を取られてなくて動き出す手が狙えますんで、黒がポイント取りましたね。で、押さえて。ここですよ。押さえがね、やっぱ、棋風なんですよね。押さえ大きいという判断ですね。押さえたので白こちらにかかってきましたね。ここに桂馬にする手も大きい手なんですよね。 これ次に押さえ大きいので白も滑りぐらいでなんか右辺を三連生に打つとかこういう作戦も有力な作戦ですね押さえが大きいと見てるようですねここら辺は別に正解はないのでどんな手でもよくかなと思いますね これ送ってありますからね。白も、押して。ハサミが、強烈でしたね。この割り込みが。一応白いきれましたけど、非常に強力な厚みができたので、ここも黒は、中村女流規制は不満ないのかなと思いますね。黒がポイント取ったと思います。 でこの動き出しが厳しいんですね。これがいい,い,い手でしたね。最強の攻めでしたね。もうこれは、立ち関係なく、もう黒石が多い場所の戦いなので、黒が有利な戦いですね。これはもう、強気に行ってきましたね。 発断することによって、白の方が弱いですね。黒は弱い石は特にないの。まあ、特に弱い石ないので、この、ここの黒石が取れないんですよね。種石を取る手がないので、こちらに打って白石の方が危ないですので、黒が優勢ですね。 で、こちらに打ちまして。まあ、これ白としては何を狙ってるかというと、右下の黒ですね。これを包囲して狙ってるんですけども、割り込みの弱点があって、白が支え切れてないんですね。この手が強烈でしたね。断点がたくさんあって支え切れてなくて、逆にこうなってしまうと、白石が、 ペロ石にすべて包囲されてて、これはもう決め手になったかなと思いますね。これ白が真ん中生きてないんですね。この目を潰されて、中初に打たれて、これは死んでますね。つけても、これ取る手はないですから、ここに打っても切りが入って、 で、まあ、ここに打ちましたね。まあ、ここを、開けにね、冷静に打つ手もありましたけど、形的に。まあ、ここは、読みが入ってるということですかね。これで取れてるという判断ですね。で、ここに打っても、まあ、黒3手ありますから、最低でも今、ラメ3つ空いてますから、こちらに打って、 ここの黒、ここの白ですね。種石なんですけども、あと2手なので、これ無条件で黒が攻め合い勝ってますね。ということは、種石が取れましたので、自動的に真ん中の白、これ全部取れましたね。ここではっきり黒調整になったかなと思います。 まあこれは中村女流棋聖の読みの力が強すぎましたね。まあ状況的にはこういう状況になってますので、まあこの時点で黒がもう小生と言っていいかなと思いますね。もう難しい場所が残ってなくて局面が狭くなってて、やっぱりこの宇宙流が真ん中すごい大きいな。白は隅の4隅をね、白は 隅の字稼いでるんですけど、真ん中すごい大きな黒字ができましたよね。これが宇宙流なんですね。下辺の黒はそんなに弱くないので、切り取りを先手で打って、大きを、寄せの手ですかね。一発打ちまして。 跳ねて、で、ここで、白が投了して、黒の中央し勝ちとなりました。まあ、さすがにもう、寄せに入ってしまって、黒弱い石が一つもなくて、やっぱこの種石が取れちゃってますからね。ここの種石が取れてるので、もう、ここの黒石全部繋がっちゃってるんですよね。で、下辺もそんなに狙いがなくて。このハつツギ打たれたところで、まあ、 勝負って打つ場所がないので、これはもう仕方ないという判断だったかなと思います。中村女流棋聖の宇宙流の名曲だったかなと思います。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。